皆さんこんにちは。今日はですね、アリエクスプレスで購入した商品を開封していきたいと思います。こんな感じで届きました。バラバラなのね。で、荷物が多分本当は5個なきゃいけないんですけど、待てど暮らせど4個しか来てないっていうね。どれが来てないかもまだ開封してないんでわからないんですけど、買ってから2ヶ月ぐらいで到着しますっていう風になってたんですけど、今ね、すでに4ヶ月経ってるんだよね。もうこれ一生届かないなと思って動画を撮ることにしました。それじゃあ行ってみよう。まず1個目、一番大きいやつ。いや、ここに2個入ってたんかね。ちょっと待って思いっきり住所とか出ちゃったけど、見て、1つの袋から2つ出てきた。そりゃ待っても来ないよ。ここに2つ入ってるんだもん。今まで待ってた時間は何だったの。いや、何買ったか忘れちゃったよ。これね、こんな感じ。キラキラのヘッドです。今まで結構 Temu で買い物してきたんですけど、アリエクスプレスはなんか Temu に置いてないようなものも結構あって、なんだこれは、謎に3枚の緩衝材が入ってる。うん、これ欲しかったやつ。見て、かわいい。お魚のワックスですね。ちょっとカメラ越しで見えるか不安なんですけど、全部すごいパールがかってて、これとか分かりやすいかな。キラキラしてるんですよ。お魚見えるかな。これは非常に押すのが楽しみです。次、これもヘッドだね。クマちゃん、こんな感じです。Temuに比べて結構梱包が厳重ですね。よいしょ。これも普段あんまり見かけないタイプのワックスですね。一粒がすごい大きいな。よいしょ。これめっちゃ高かった気がする。もう色は最初から混ぜてあるんですね。もう虹とかある。どんな風になるんだろう。石鹸みたいだな。いや、綺麗だね。こんな感じ。色がもう何色か混ぜてあるワックスです。珍しいよね。お、これも綺麗な色してる。これも普段買うところではあまり見かけないものだったので買ってみました。
久しぶりに持ち手がついてる。なんかシンプルに文字書いてあるヘッドって持ってなかったので、試しに。ね。早いもので、もうラスト。ラストもヘッドです。これはね、もしかしたら他のサイトさんとかでも結構取り扱ってるかもしれない。ついでに買った感じです。みんな分厚くていいですね。全部真鍮でした。というわけで、今回アリエクスプレスではこの6点を買ったんですけど、あのね、結構クーポンとかが出てるんですけど、使えてるのか、なんだ、なんて言うんだろう。会計画面で、その、金額にちゃんと反映されてるのかっていうのが、非常にわかりづらいっていうのと、意外と高いっていうね。この6点だけで、1万2000円ぐらい当時したんじゃないかな。結構これもまた、ね、あの、海外の EC サイトになるんで、金額の変動があったりとか、まあ、セールやってたりとかで、いろいろ変わってくるかとは思うんですけど、他にもね、欲しいのすごいいっぱいあったんですよ。あんまり他のサイトさんとかで見ないものとかが売ってたんで、結構欲しくてバカすか買い物カゴに入れてたらとんでもない金額になったんで、一応絞って初のお買い物ということなので、これだけにしておきました。ちょっとまた、いつも買い物しちゃってるから比べちゃうけど、Temuと比べると、Temu1 回で全部送ってくれるんですよ。でも、アリエクスプレスご覧の通り、結構小分けにね、来るっていうのと、日にちがすごくバラバラで、全部揃うまでに、すごい時間がかかるんですよね。ちょっとそれを追跡していくのが結構大変かなっていう印象がありました。であと商品によっては別で送料がかかるものもあるし、まあかからないものもあるしっていう感じで、合計金額でいくら以上だと送料無料みたいにならないんですよね。一つのショップさんでまとめて買ったら送料無料になったりとかもするのかもしれないんですけど、一点ずつとか欲しいものをいろんなショップさんで買っていってしまうと、結局、合計金額プラス送料を何個分みたいな感じで、結構ね、割高かもしれないなっていうふうに思いました。あの、安くね、ざっと手に入れるんだったら Temuの方がいいのかもしれないけど、やっぱりこういうあまり Temuでは見かけないタイプのワックスであったり、入れ替わりがあるんで、なんとも言い難いんですけど、どうしても欲しいものがアリエクスプレスにしかなかったりとかした場合は、やっぱり今後も使っていこうかなっていうふうには思っています。他にもね、すごい魅力的なものがいっぱいありました。梱包とかすごい丁寧でしたし、くっついてるとか、欠けてるとか、割れてるとか、使えなさそうみたいなものはなかったかなっていうふうに感じます。なので、まあ、適宜使い分けて今後もお買い物していきたいなっていうふうに思います。では今回はちょっと短いですけれども、こんなもんで。ここまでご覧いただきありがとうございました。またお買い物をしたら、動画上げていきたいと思いますし、こちらの商品を使った動画をまた別で、撮っていく予定ですので、そちらもよかったらご覧ください。高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。それではまた、おやすみなさい。バイバーイ。